シビーンシビーンは、違法なバーやクラブなど、無許可で種類を提供する、潜り酒場。シビーンという表現は、アイルランドに由来するが、各地に広まっており、スコットランド、カナダ、アメリカ合衆国、イングランド、ジンバブエ、英語圏のカリブ海地域、ナミビア、南アフリカ共和国でも使われる。現代の南アフリカでは、多くのシビーンは全く合法的な存在である。 南アフリカ共和国やジンバブエでは、市民のほとんどは、アパルトヘイト体制以来の黒人居住地区において、パブやバーの代わりに発達した。人種隔離政策が取られていた、当時の南アフリカやローデシアでは、白人のために設けられていたパブやバーに黒人が入る、ことはできなかった。もともと市民は、不法に経営され、自家醸造、密造された種類を売りながら、 政治的、社会的問題を議論する場所を顧客に提供していた。店主も客も警察に逮捕されることがしばしばあったが、市民の存在は、コミュニティを取りまとめ、安全に議論ができる場所を提供する上で、重要であったために、やがて再開されることも多かった。アパルトヘイト体制下では、市備は活動家が会合する重要な場所であり、労働社級の活動家や、 地元コミュニティの人々が集まるような店もあれば、弁護士、医師、音楽家などが集まる店もあった。シビーンはまた、音楽やダンスも提供し、客が、自らの文化を表現できる場であったため、音楽ジャンルとしてのクワイトの発生、発達を支えることになった。現在、南アフリカでは、シビーンは合法化されており、ウムクオンボティというトウモロコシやソルガムを原料とする、 伝統的なビールとともに、企業的に生産されるビールも提供し、南アフリカの都市文化の重要な部分となっている。今日でも、市備院は、社交支援の重要な一部である。現代の南アフリカにおいては、南部の農村部における、ークジョイントと同様の機能を果たしている。こうした酒場は、地元コミュニティのアイデンティティや一体感を体現した、存在である。今日でも、 シビーンは南アフリカの若者に人気があり、ほとんどの場合、所有者は男性である。南アフリカの人々が文化遺産を残そうとする中で、シビーンは再び盛んになってきている。アメリカ合衆国では、シビーンという表現はペンシルベニア州の無煙炭炭鉱で働くアイルランド系の移民によって広く使われていた。ありがとうございます。